戦、北俣川から世界へということで、ドイツ一部リーグユニオンベルリンへ移籍が決まった遠藤啓太選手に登場していただきます。このコロナ禍なので直接ファンサポーターへの皆さんへご挨拶ができなかったので、遠藤選手の意向もあってこのような形で実施させていただくことになりました。今日の主役は僕じゃないんで早速登場していただきましょう。遠藤選手です。どうぞ。皆さんこんばんは。この度横浜 F マリノスから期限付き移籍でドイツのユニオンベルリンに移籍することになりました。こういった形で自分の気持ちをしっかりと今日伝えられればいいなと思います。 OK ですか？なんか音が音ちっちゃい、ちっちゃいってみんな言ってるんですけど大丈夫ですか？声が小さいです。はい、ケータ、いけ。大丈夫。大丈夫。はい、大丈夫です。とりあえず、おめでとうになるのか。そうですかね。まあ、ずっとさ、はい、なんか、若い時ってまだ若いけど、はい、目標みたいなの立ててたじゃん、自分で。なんか J リーグの代表だとか。世界へ羽ばたくみたいな、なんか見たことあるけど、それが一応叶ったってことでいいのか。そうですね。でもまあ1年のやっぱレンタルなんで、うん、それをこう自分で勝ち取らないと、何も言えないと思いますし、本当に向こうでのこの1年が自分にとって勝負になるんじゃないかなと思ってます。うん、そう、本当にもう完全に今マリノスの中心選手だと思うし、ね、いや絶対一番自分が思ってやってるんじゃないか。それは思ってない。そうだと思ったから移籍もできたんじゃないの。逆に中途半端じゃなくてもう優勝もしたし、もう今だって。あ、でもやっぱ優勝を去年あえてできたり、チームの力にも少なからずなれたっていうのは、もちろんなんだろうな、少なからずはあったかもしれないですけど、まあ、どっかの記事でも言ったんですけど、シーズン通してずっと出続けたかって言われると、途中から出たりはとかあったんですけど、断面で出続けたわけじゃないので、そういう意味ではなんか、まだまだだったのかなとは。でもなんか、もう年も20、今年 ?4?3 です。なんか、3だから、若そうに見えて、意外に世界行くとき、もう若くないんだよね、実際ね。本当にエクサは、うん、18歳、うん、他にもビッグクラブでも19歳、うん、18歳で役者選手もいるんで、うん、20、23はもう時間がないって考えた方がいいかなって感じです、うん、そう、もうなんかまだ大丈夫だろうって思ってたらいつの間にか26、27になって、そうなるとね、やっぱ若きゃ若いほどじゃないけど、そのサッカー選手としての価値ってあるから、やっぱり早く行けるときに行った方がいいのかもしれないね。あまりの素敵には寂しいかもしれないけど、サポーターとかも、はい。だけどみんな期待してるから、うん、すごい今日もスパチャしまくってくれてるから。拾っていかないといけないからね。これそうですね。これ難しい作業ですか？金稼ぎだった。ナイスパですね。うん、ナイスパだよ。海外で活躍してまたマリノスに戻ってきてねって。いや、本当に、そのでもマリノスに必要とされるから。いや、それはね、自分の活躍次第だよね。そうなんですよね。帰ってくることは可能かもしれないですけど、うん、活躍して帰ってきたいなっていうふうに考えます、ね。それはもうマストだよね。まだ早かったんだよ、なんて言われることがないように、ね、バリバリ活躍して。でも、うん、君は結構、変態だから、精神的に。多分、海外に合ってると思うよ。動じないじゃん。いや、動じますよ。1年目とか動じまくりでしたよ、俺。いや、でもさ、それはみんなそうだけどさ、やっぱ先輩とかからさ、結構言われてたじゃん。だけどさ、なんかやっぱ、顔色は変えてたけど、自分でやること変えなかったし、そういう意味では、悪い言い方したら頑固かもしれないけど、自分持ってるなと思って。まあ、そういう選手だからこそ、こうやってドイツとか、世界に行けんのかなって思うし。変態ってこのコメントなんかそれ
ね、みんななんかよくさ、二俣川から応援してるよとか、あの、二俣川がさ、自分たち結構地元じゃん。そうです。なんかその名前が出てくるの結構嬉しくない？嬉しいです。あんまないか、二俣のプライド。いや、あります。二俣川のプライドしかないですよ。あ、そう。家もそうです。家って何の家？実家です。まあ、そうだね。小学校もずっと二俣川だった。うん。そうだね。高校に関してはだって、ゆうさんの地元ですか、うん、そう、瀬谷校から世界へとか、あの、言ってくれてる人いっぱいいるし、石井さんが頑張れ、二俣川から世界へ。うまい、1111。うまい。ね。こんな設定があるんですか、今日。いくらでもいけるのかな。PC からの配信であれば、金額を指定して、うん。なるほど。なんか、じゃあさ、例えば、あの、移籍決まって、一番最初に誰に報告したの？それは多分高くなって、そういう意外かもしれないです、うん、いやまあ年齢キャプテンだしね、一応去年とかすごいお世話になりましたし、うん、私もよくお話しさせてもらったり、うん、まあ、家も近かったりとかなんですけど、うん、はい、話しました。だからね、面倒見いいしね、ああ見えてるとは言わないけどね確かにね。でもまあ、なんですか、みんなにも結構それっぽくなってきたときは、うん、もう言いました。まあでも、僕は移籍したの3日前くらい。いや、本当にすいません。ありがとうございます。本当に、いや、ゆずさんに言ってなかったなと思って。いやいやいや、まあそれはさておき。まさしあたりは？まさしには、そんな最近ですね。そんな最近。山くんと、うん、山くんの結婚祝い、うん、出産祝いを祝おうって言って、借りに行ったことがあって、その時に言いました。うん、でもその時はもしかしたらみたいな感じだったんで、うん、まあ、まさしも相模原帰ってきて、多少近いからね、はい、前みたいに会えないわけじゃないし。そうです。うん、喜んでた？悔しがってた？いや、喜んでくれたんじゃないですか。本当に？わからないです。刺激になるわ、つって。多分。だからまさしも頑張ってもらいたいね、それです。いや、結構相模原の試合僕見てます。うん、栄太郎でしょ、うん、もいるんで。そう、ガクはガクはさっぱりです。あいつはもう、うん、まあ適度に頑張れっていう、うん、でももうコメント見るともうみんな頑張れ、成長してマリノスに帰ってきてる、絶対だよ。成長なのかな、成長っていうか、もう今の時点で勝負できるでしょ。まあ、さらにそれは成長できるけど、もう今のこの実力で勝負したいと思ってる。それとも成長しに行きたいと思ってる。ああ、でも成長しに行きたいなんです。ああ。やっぱり、南米の選手って、なんかよく言うんですけど、南米の選手って周りって違うんですよ。ヨーロッパの選手とかも全然、伊沢さんとかも全然わかんない。そういう選手をこう、目玉に取れるぐらいのプレイヤーになりたいなっていう、うん。うん。ドイツはやっぱり大柄な選手多いじゃん。ケータのスピードとかについてこれないような気もするけどね。それ、どうなんですか、ね、本当に。なんか、不思議というか、世界でめちゃめちゃ活躍してるディフェンダーとか、うん、どうなんだろう。でも正直、いいのかな、うん、いいんじゃないの、いいっすか。俺、ユージさん、うん、入った時に、うん、俺、抜けんじゃねえかなって正直思ってたんですよ、うん、でも抜けなかったんですよ、うん、第一とか、うん、まあ、そういう感じになるのかな。どうだろうね、でもそこからやっぱ苦手意識とか持っちゃうとあれだから、うん、いつでもそういう気持ちでいるのはいいと思うし、まあ、君はまず変態だから、ね、それ言うと絶対やれるっていうさ俺ならできるっていうふうに思ってるから大丈夫だと思うよ。心配ってことはないですけど、うん、まあ全然。え、じゃあドイツ語の勉強はしてんの？なんか、いやー、さっぱりですね。さっぱり、はい、ちょっとヒグレさんっていうアメリカの人がいるんですけど、うんさん、うん、その人にこうドイツ語とか英語とかもそうなんですけど、うん、勉強する教材アプリみたいなのを教えてもらって、うん、ちょっとそれはやりましたけど、うん、いや難しいです。難しい。はい。ち
女性誌、男性誌とかもあって、見えない。でもなんかドイツ行って活躍してる選手、まあ長谷部だったりとか、結構ペラペラ喋ってる、なんかすごいなと思うけど、まあ、長いからってのもあるんだろうけど。大津くんも言ってたんですけど、うん、最初の1ヶ月、2ヶ月は、やっぱり勉強しようになるらしいですけど、ね、うん、その後が大変。それを継続することは。大体だって勉強できないからな。ケイさんだって頭いいからな、なんだかんだ。まあなんだか、いや、頭いい。まあ、セアコーではぶちぶち。セアコーでね。うちの兄貴もセアコーだからね。セアコーではって話。セアコーはまあまあでも、あれだもんね。上の方だもんね。まあ、全然進学校ですよ。うん、全然進学校。確かに。入ってきたらなんかさ、ふとした瞬間とかにドイツ語とかで何かこう喋ったりするのか。めちゃめちゃ嫌なやつだよ。いやいや。うん。なんかある。ジョさん。そろそろ。ゴール集。じゃあなんかケイタのマリノスでの全ゴール集用意してるからちょっと見て、はい、解説付きで。解説付きで。見てみましょうか。見ましょう。あれそれ知るでしょ。これは音入ってるの？どこに行けば変わらない？どこに？もうこれ始まってる。声も入ってる。最後はゴール前での波状攻撃、遠藤啓太のゴールになりました。音ち、まあ、音いらないかそれ。声が流れてる。YouTube 上では初ゴール。初ゴールですね、これ。これ、ヒゲ剃らせてもらえなくて。ユーさんに、ヒゲ剃るまでヒゲ剃るなって言われて、やっと剃れたっていうゴールでした。なんかさ、最初の頃は、点数どうだったっけ？そんな取れなかったね。全然取れなかったね。なんか取り始めてからポンポンって取ったような気がするけど。3年目、4年目ぐらいから。もうラッキーゴールですかね。いや、でもさ、こういうところの嗅覚がさ、やっぱすごい出てきたなってなんか感じるようになったけど、止まってないもんね。うん、強かった。うん。意外にヘディングでゴールしてる。そうなんですよね。そうだね。ヘディングとワンタッチゴールめっちゃ多い。これもそうだし、確かに。覚えてる、覚えてる。はい、残留争いしてて。うん、大変だった時期の、うん、ちょっとした隙でしたけども、やはりこう中盤でねボールを奪えてるんですけども、俺がもう変わる、確かに良かった、ね、ここを見てくれてる。でも難しいよね、意外にね。これは簡単そうに見えるかもしれないけど結構難しいから。枠域やったら入るんだよね。そうです。これはもう橋岡くんが転んでくれたんで、これあとは本当くんちゃん、アイボール出しても得意なんで、うん、勝ってたってことです。うまいよね、ああいうの。結局、リーグで何点ぐらい取ってるの？ 13 点。13点ですか。全部で。各試合だ。約3試合か2試合。これが確か俺、初ゴールだったんですよ。この優勝したシーズン。うん。ずっと取れなくて。かもしれないね。この後なんかで電光掲示板を見るボスとか、うん、三好くんとかが次喜んでくれて、うん、嬉しかったな。こういうのも1年目だったら外してました。これは入れてんだろ、さすがに。俺ら外してます、これ。あ、そう。はい、余裕はあるよね、なんか見てるから。外してましたね。アーリア君が滑ってたら止められました。ユースの先輩がね、そのチャンスくれたってこと。出られてたら多分。ケイタのゴールはスタジアム震わせる大歓声が上がって特別です。すごい。ジャズさん、ありがとうございます。ナイスパス。ナイスパだよ。俺はサッカーだけど、振り早いね、君。これ、ね、これは、あれ時間帯が良かったですね。しかも1点ガンバに追いつかれて、その後のゴールだったので、チームとしても、そちらにね、点取った後にみんなで喜んでる時は、もう本当に醍醐味だよね。あ
始まったんですよ。狙ってんだ。狙いましょうね。これ来いと思いながら。ガンバ相手にね、宇佐美がやるようなゴールしたとか。得意じゃん、あいつ。確かに、そのシュートは、昔めっちゃ見てましたな。ヤメッツとか。早いですもん。早いね。シュートで振りだよね。イニングと。こういうのもやっぱスピードがあるから前に入れるのかな。俺確か1個前にクロス入ってこなかったんですよ、僕、うん、ミーティングに監督で怒られると思って次は絶対入ろうと思ってめちゃめちゃ加速してました。いや監督も怒ったかいあったね。違いないです。こういう時止まってる時あるもんね。なんかウィング入ると点取れますね、やっぱり。そう、監督の言うことは間違いないです。理にかなってこと多いよね。1年目だったら多分止められてましたこれは難しかったね。これは一番難しかったです。世界で一番簡単です、これ。1年目だったら、1年目だったら外してました、外してました、ね、これだよね。これはそうですね、何回自分で見ても振り払っちゃうんですよ、うん、でも入ってなかったです。1年目だったら、この頃が何なんですかね、本当。本来ケイタのスピードとかバレて相手に呼ばれるはずだけど、逆にやっぱ 2,3 年目のは全然、 2,3 年目じゃないか、これもう5年ぐらい、これ4年目、今年5年目か、はい。とっさの判断でもう一回切り返した、うん、ラメキでした、その時。その時は中行く気しかなかったんですよ。相手切り切り前、最高だよね、優勝だわ、ね、ダメ押し入れるわね。その時もうなんかドイツ行こうとか思った。いや、思ってないです。そんなこと思えるわけないじゃないですか。そう、はい、娘のパパもすごく思えてくれて、俺もそう思ったよ。これも配信してたけど止まってないんだよね。やっぱ止まってるか止まってないかでサッカー人生で多分何十点も違うと思います。そうかもしれない。うん、先に入ってきましたね。ちょっとここでさ、アドがさ確かに出ようと思うけどね。やっぱワンタッチボールうまいかもしれないです。でも足の裏でなんか難しいよね。難しかったです。はい、それですね、問題の俺の後輩力がどうのこうのって言われてしまって、ね、ああそう、それはちょっと聞いたことない。取材でまさかあんないいボールがこうたくんから来ると思わなかった。左足かなっていうふうに言ったんですよ。まあ、その辺がね、ケータらしいよね。なんか悪気ないけど言っちゃうやつ。数年前では釣りをしないです。これだって簡単じゃないんだよね。そうです。これはよくできたな、自分って感じ。この時はもう決まったわけでしょ、ドイツ。いや、決まってない。決まりって感じ。これはリーグ戦だけですね。あとは、ルヴァンの俺1点ぐらいで、1位の1点とか。選手コメントでしょ。じゃあまあ、この辺で、サポーターの方とか、ファンの方がコメントしてもらってるんで、ちょっと答えていこうかと。なんか、気になるような質問あった？試合の審査とは、うん、ユニオンベルリンはどんなシステムって聞いてるの分かった？なんか結構いろんなシステム使うんですよ、うんうん、なんでこれっていうのはちょっともう分からないです、うん、3バックでも5バックでとか、うん、4-1、4-1とかもあるんで、どうなんですか、うん、まあ、なんだとしてもできるでしょ、経済。まあやっぱあと守備ですね、うん、なかなかこうマリノスみたいな守備をする仕方ないんで、そう、そこをまず一回リセットしないと、うん、っていうのはあります。
ゆず太ったとか言ってるけど、その俺のことはまあとりあえず置いといて、やっぱね、一番ね、結構気にしてるのね、どんこだって、すごいよね。どんこ確かにすごいです。どんこどうするのって言って。いや、どんこに関しましては、やっぱりこの、席が決まるっていうふうになって、うん、まあ、買えない、残るってことはまあ不可能に近いので、うん、そうなんです。まあ、もともと川といいますか、沼っていったところで捕まえたんですけど、うん、ここにちょっと戻す。で、まあ、もう戻した。我が家にはいないです。なるほど。じゃあまた、水をね、水伝いで、ドイツで会えるかもしれない。ドイツで会えるかもしれないですよ。釣り所だ。釣りで釣ったんだっけ？釣りじゃないです。釣りじゃない。仕掛けみたいなもんなんで、はい。魚好きなの？釣り好きっすね。あ、釣りが好きなの？うなぎ釣りとか行ってました。うなぎ釣り。うなぎ釣り。それ何？取って食うの？いや、それが、かわいそうになってしまって、うん、最初なんか、泥抜きみたいな感じで、うん、大きいなんかの、なんていうんですかね、靴箱みたいなところに入れとくんですけど、靴箱っていうか、大きいのに入れとくんですけど、その間、やっぱ飼育してると、うん、かわいそうで、食えなくなっちゃって。そこまでね、持ってたら食えないよね、なんか。実家に2匹います。あ、そこ、うなぎが？うなぎが2匹、ピンピンでいきます。じゃあ、もし何かあったとしても、まあ、最悪ね。最悪、まあ、非常食。うん。どちらなんですか？笹本さんがね、一番どのポジションで勝負したい？ああ、でも左のナイスパー、うん、左サイドの、まあ、左サイドハーフとか、いいですね。あの、ケイタはさ、まあ、ちっちゃい頃でもいいけど、誰が目標っていうかさ、好きな選手でいた？いやー、僕、やっぱ、マラム君ですね。あ、そう。サイドマラム選手。あの人やっぱパスも上手いんですよ、うん、人を使うパスも、うん、だからそれすごい学んで、うん、こうプレーも見たし学ぶに学んだ、はい、そうっす、うん、なんでそれでこう純くんとか、うん、それこそ今温めで走ってくるじゃないですか、うん、ああいうの使うタイミングとかも、ね、うん、そういうのを見ての今の自分があるなっていう、そうだよね、学ぶもすごかったしね、学ぶよりシュートうまいよって言ってるよ。いやー、そんなことないです。あのね、ドイツでもケイタ、行けっていうよ、ヒロさん。どうも、まあ、え行きますって言うしかない。行きます。行きます。ね、確かにあれなんですよ、それ、うん、どっちから読んでも、ケイタ、行けみたいな。ああ、そういうこと、山本山みたいなもんか。そうかな。わかんないですけど。新聞紙とか。あ、そうっす。自炊はできそうって来てるけど、確かに。何あれ、シェフとかいるの？いやー、いないですよ、当然。なんで、通訳はいるでしょ。通訳は、はい、いるんで。まあ、ちょっと、向こうで、うん、食の合う日本食屋さんみたいなの探しつつ、うん。いっぱいあるよ、ドイツは、多分。なんかベルギーはそういうの多いって聞いた。まあ、でも、ある程度自分でできるようにも、うん、こう、スーパーとかをしっかり見たいな。うん、そうだよ。なんだろうね、向こうの食事って 何が美味しいの？あんまり期待しちゃいけないんですけど、パスタとかパンとか。まあちょっとでもその。水が合えばいいけどね。ああ、なんかコージ君が言ってました。うん、パラコアス。あ、そう。香水になるんで、で、利用してくれてます。そんな繊細じゃないでしょ、ね、この辺は。これは多分大丈夫です。沼とか入ってるぐらいだ。入ってないですけど。番号とか決まったの？いや、決まってないですね。まだ、私なんか何番が空いてるかとかも正直全然分かってない。ドイツ、そうなの？うわ、すごい。おー、すごい、すごい。あ、開門初めて見たかもしれない。あとで読ませてもらおうか、長いんで。だソーセージとかね、美味しい。ああ、なんか。ソーセージはバクバク食えないもんね。食うもんじゃないですからね、そんな。うん、なんか、この、なんないと。さすがにね。1万1000円、ナイスパしてくれたんで、今のコロナの状況なので、しばらくドイツに行って応援はできませんが、日本から応援しています。ユニオンベルリンのユニフォームを買いますね。活躍期待してます。ケイタ、イケ。ありがたいね。ユニオンベルリンの高校の人も喜ぶんじゃないですか。こんだけね、ケイタのおかげで金入ってもチームに入るだけだ。ケイタはね。選別ないから。はい、まあ、
もちろん飲んでないです。飲んでない。はい、まあ、こう日本の方にマリノスのサポーターの方が少しでも興味を持っている。うん、いやでもやっぱり視聴率っていうかさ、ドイツだから、ブンデスは。スパサカなの、スパサカじゃないんだっけ。スカパーだった。スカパーね。スカパーですね。スカパーね。スカパーだから契約してもらってね。そうです。本当だよ。アイスパで、ケイタ君のゴールを見るために、スカパーに再加入しました。再加入、再加入はなかなかすごいです。そうだね、昔はね、スカパーだったけど、今、ね、ダゾーンで配信してるから、あのリーグ戦じゃなくてカップ戦とかはね、あのスカパー多いけど。まあでも。ダゾーンでやらない分、こう、他のプレイしてもなんかバレないかなと思ってたんですけど。ダメだよ。そういう。もうみんな見てるよ。今何でも見れるからね、ネットとかでも。頑張んないと。そんな綺麗だな、みたいな。親は何か言ってた？親は結構やっぱなんか心配してましたね。行くことに対しては。あの、席自体は私は喜んでましたけど、ドイツに行くってことに対しては、すごい心配は。そうだよね。めちゃくちゃ心配だよね。アイロンビーズは実家に送っておくね。頑張れ。ビーズ。動いてるこれ。クラブワールドカップでマリノスと対戦しましょう。クラブワールドカップ、ああ、もうだいぶ頑張った。お互いね。だいたい何位だったんだっけ？今年の11位。11位か。あ、でもそこそこだよね。今年上がったチームだったんで、うん、それで11位だったんで、うん、めちゃ頑張った、うん、じゃあさらにそこから補強して上位を狙いに行くって感じなのかな。うん、え、過去だってそのチームに日本人いないよ。いや、いた2人いたんで。え、いるんす。あ、もっと下の方にいたのね。5部とかいたの。5部の時にあのシャルケから、うん、じゃあえうっちいたの？半年間です。あ、そうだ、全然違う。まあいいか。ベルリンは首都だよね。首都ですか。ダブリンがアイルランドだよ。ダブライク。選手名鑑買うぞ、タルゾーさん。あ、タルゾーさん、うん、なんだろう。俺のあの圧倒的後輩力っていうのはちょっと厳しいんですけど、スタンプがまあいいんですけど。ベルリンめっちゃいい街なので私生活も楽しんで。うん。なんか自然豊かそうですね。自然豊か。わかんないですけど。じゃあサガーツにも行けるね。行けます。ドイツ、なんかドイツのイメージとしてユースの頃なんか。国際大会みたいなので行ったとき、すごい、なんか下が緩いっていうか、その日本より、下って芝、うん、芝の、あの、芝の付き方とかが緩かったイメージだったんだけど、今はもうそうなのかな。そうなんですか。うん、俺も行ったことあるんですよ、うん、最初の1回。あんまそういうイメージなかった。でも、海外で一番なんか、ずっとルーツ、うん、確かに。それで、ちょっと考えなきゃなって思うんです。そうだね。取り替えとか履くの当たり前だもんね、向こうはね。でも取り替え人生で入ることないんですよ。ないの？ないです。小さくなっちゃうんですよ。ああ。やで。やっぱあれなのかな、足速いとか、噛む力とか強くて、負担がすごいのかな。そうなんですけど、なんか意外とこう見えて繊細なんで、足とかに関して。まあいいや、それ。で、なんか、IFM マッキンさんから、うん、ドイツでも独特のガッツポーズ期待してます。独特のっていうかね。独特が、なんか、見せたいけど、あんな感じ？これは、まあ、独特ではない。独特ですね。あ、独特なの。結構やってるイメージあるけど、顔とそのガッツポーズが合ってないんじゃない？根本的にじゃあもう、根本的に。そうある。こっちでじゃあ、なんかずっと家みたいにあるからし。家じゃないですか、だから。あ、そんな感じ。まずわかんないんですよね。まず最初にさ、マリノスのサポーターに向けて、
初得点した時にちょっと考えない今。それダメ？向こうで。ああ、うまいっす。もうこれいい。こう、セレブレーション的な。なんか入れた時に、確かにマリオスに向けて。でも嬉しいじゃん。確かに。変わりますかね。今までないんですよね。でもいいじゃん。これやったらみんな超、あれそれそれ、バズるじゃん。バズって、しかもスカーパーも増えて、ウィンウィンっす。ウィンウィンだよ。誰も損しない。なんかある。いいアイデア出てますか。今、コメントのたくさん、皆さんからアイデアが。アイデア来てる。いただいて、両手で FM。両手で FM。むずい。これ、無理じゃないですか。FM。両手で FM。竹草がなんかあんな K のポーズしただけだもんな、なんか。あ、竹草だからね。まあ、そうです。それに負けじとね、負けじとやりたいけどな。なんか山田コーナーも出てる。なんだこれ。ハメハメハって結構来てる。バカウケの真似とか。バカウケの真似ってどうやってやるの？もう普通の顔してるそれなんだ。いやいやいや、あれがバカウケです。この B はちょっと違うな。ドラゴンボールの技だから。でもなんかドイツとかでも流行りそうだよね。いや、そうし。確かになんかそう。いけそうではない。AM? ちょっと下手したらなんかハートやってるみたいな、なんか気持ち悪そうだよ。気持ち消えないです。平和の例ってなんか、ヘルカーがやってなかった。命みたいな。ヘルカーやってましたね。死んじゃったな。なんかあるかな、そこそこ、サクッとできて。まあ、手でなんか文字とかが一番いいよね。そうっす。手で、横浜の Y が結構。横浜の Y。それじゃあ、ガッツポーズ。なんかインパクトないよね。インパクトのあるやつで言うと、先日もライブでやったあのマリノス君の全繰り返しをやってくれっていうのが来てました。結構大変だったですよ。かなり前の現役でホールドからセレブレーションでドンコの D とかそこまで別にだったらたまたまね F です、まあ、F か M、まあ、F か M F F あれです M M。いや、ユニオンベルリンのファンのためにゴールしようとやめてないな。うん。まあ、両方だよね、もちろん。うちおじさんとかあったね。お菓子買いまん。買いまん。ダブルフィー。まあ、それではでも今もうサクッと決めちゃった方がいいんじゃない。興奮しすぎて忘れちゃうんだよ。忘れちゃうんですよね、それ。でもまあ、簡単な。IFM でどれが一番来るかって言ってた。M かな ?M ですね、マリノス。まあね、M で、うん、M で決まり、あ、M で決まりで、私たちの M とか、うまい、M してお辞儀、ああ、お辞儀確かに、うん、なんかあれです、まあ、そう、まあそうだね、まだ時間があるのかな、僕らもしたの、もうそろそろ、もうそろそろ、はい、とりあえずなんか最後に行く前に、視聴者の皆さんに2つほどご案内です。トリコロールメンバーズ限定サイン入り、のぼりプレゼント。で、ケイタにサインを生でここでもらいます。今もらっちゃっていいですか。はい。この様子は撮られてるんですか。確かに。あ、ここでね。あ、そう。このスタジアムで検出していたのぼりになるので、これをプレゼントですね。チケット前のあれですか。これ何を見るの？これ黒が銀か。これ映ってますしっかり。ここだからね。どうすか？どうすか？大丈夫ですか？じゃあ、ごめんね。はい。こちらはマイページのイベント応募から申し込み可能となります。お申し込みください。2つ目は啓太から告知があります。じゃあ自分の席です。戻るんです、こう言って。どっちもいいです。これを自分でやるか。で、告知する前に、スペシャルムービー。あ、その後？2つ目は、うん、これですね、僕の100試合、年グリッツが31日まででした。31日までまだ購入が可能なようなので、ぜひ皆さん、ご購入お願いしますと、これがプレゼントなんです。これはプレゼントにはならないんだよね。これ購入ですか。購入ですか。
OK。 はい。で、最後にスペシャルムービーを用意してるみたいな、はい、ご覧ください。Time to watch, grab a hand and make this day our march. Pulling down the walls we cross, fighting through the wars we lost, looking for the day when we have won. また、まゆこさんが、ペーター、怪我に気をつけて頑張ってくださいって、ナイスパしてくれて。で、ふみさん、ドイツで思いっきり挑戦してきてください。どうでしてます。11180、たぶんは18番とかある。ああ、そういうことか。いや、わかんない。11と18だから。11と18。すごいゴロまで合わせてくれて、金まで出してくれて。ありがたいね。ケイタ。いや、本当に。ありがたいって感じるよ。ありがたいっすよ。引退したら分かったよ。なおさら。うん。動画についてコメントある？いや、本当に。ラテリーとかの、ふざけてたやつ。あれって思ってたし。まあ、こう、スタジアムで、セレモニーみたいな形で出ていけなかったものもあったので、こういう形でこう、まあ、動画を作ってもらって、うん、こうヒードさんとの機会も作ってもらって、素直になんか感謝の気持ちでいっぱいです。まあ、めちゃくちゃケイタはやっぱ、下からっていうのもあるけど、サポーターに愛されてる。それ感じてるやっぱり。似てるんですよ。似てるんか、まあ、自分で言うのも変ですけど、本当に、いい時もあれ悪いことなんて、いろいろ言われるのは間違いないんですけど、でもやっぱり心の底で自分のことを応援してくれてる人とか、うん、まあ、自分がどれだけ愛されながら、応援されながらプレーしてるのかとか、すごい、こう、しみじみと、感じながらプレイしてましたし、それこそ移籍発表ってなって、うん、公式のツイッターでこうリリース出したときにコメントとかも結構すごい数が来てて、うん、まあ、全部自分で読ませてもらったし、うん、そういうのを見て、なんか本当に自分は幸せだなって、うん、そうだね、本当なんか客観的に見せても、まあ、他の選手よりもってわけじゃないけど、
あ、ケイタすげえ応援されてんだって、愛されてんだって思ったし、うん、なんかそれはすごい感じだ。まあ、それを踏まえて最後、ファンとかサポーターに一言ありますか？おぉ、それは、本番に言ってます。俺に言われても、別にいいけど、応援してるからいいけど。喋り少ないですけど。うん、そう、まあ、僕自身、小学校2年生で、マリノスのスクールに入って、まあ、まずその時点で、っていうか、僕の、こう、町に、そういうリラだったりとか、要は配られてたから僕がマリノスのスクールを入るきっかけになったし、小学校にも本当に配られるんですよ、なんか、下敷きとか、最初の。ああいうのを見て、あ、ここのマリノスのサッカー選手になりたいっていうふうにやっぱ、思えたのが自分自身きっかけだったので、僕がここにこうやっているのも、ドイツに行けるのも、そういうところの裏方の作業をしてくれたとかいたから、こう小さかった時の自分がマリノスでプロになるきっかけを与えてくれたと思うし、でまあ、そこから、まあ、自分自身こう、順調にというか、いうわけじゃなかったんですけど、こう、もがきながら、サッカーはしてきて、まあ本当、サッカーする環境というか、あとはチームメイトの先輩だったり、まあ、ユースも含めそうですけど、あと、指導者の方々含め、そういう方々に出会って、今の自分が形成されてると思うので、もちろん、辛い時というか、きつい時だったり、練習行きたくないなって思う時も、そういうプロになったら何度かありましたけど、そういうのも乗り越えて、周りの先輩たちの力も借りつつ、こうやって、ドイツに行けることをすごい嬉しく感じますし、まあ、本当に行くだけじゃ何も意味ないと思うので、自分自身しっかり結果を残して、こう、マリノスの価値を、このヨーロッパでしっかり上げていけるようにするのが役目だと思うので、本当にここで頑張っていきたいなと思います。はい。そうですね。まあ、じゃあ、本当ドイツでも頑張ってもらって、またマリノスにいつか戻ってきてもらって、まあ、その時までは頑張って自分もマリノスに入れるようにやってるんで、とにかく頑張って、さっきのガッツポーズも注目して見てるんで、はい、頑張ってください。はい。約束と思います。はい、じゃあ、ありがとうございました。はい。また会う日まで。はい、ありがとうございます。